いやー、お酒でした <laughs>。皆さん、500ミリ缶からがお酒でした <laughs>。350ミリ缶はお酒じゃありませんでした、皆さん <laughs>。500ミリ缶からが本当のお酒みたいです <laughs>。 焼酎とね焼酎と日本酒はちょっと、まあ、また別の測り方がありますけどやっぱコンビニで売ってるねこのお酒はやっぱ500ミリ缶からがアルコールだ <laughs> もう350はアルコールと認めません私は <laughs> 500ミリ缶からがお酒だ <laughs> それでは そそろそろ始めていきましょう <laughs> 吉野のラジオ第2回でございます。ということで始まりました、えー「吉野のラジオ第2回でございます」というのもですね本日11月26日私が YouTube さんに動画投稿させていただいて5ヶ月が経ちました。おー 早かったな <laughs> 別にストックがなくなったからラジオ撮ってるとかじゃないですからね。<laughs> あやばい動画のストックないからラジオ撮ろうとかじゃないですからね。5ヶ月が経ちましたよ。いや早いな。そして、えー、第1回ではチャンネル登録数100人突破記念として撮ったんですけれどもなんともうチャンネル登録者数200人を 突破しております。ありがとうございます。<laughs> お酒が進む。<laughs> ありがとうございます。<laughs> いやー、ほんと嬉しい限りで。えー、ゲーム実況だけでなく、実写投稿もね、ついに始まりましたから、まあ、一週日曜日、マイアフォックスというね、この4人組で実写の動画も投稿しております。 いやあ非常に自分のやりたいことをさせていただいているので、楽しい限りでございます。さあ、じゃあ本日は何をしようかな <laughs> 前回はね、好きなサムネイルトップ3を発表したんですけれど、やっぱなんかトップ3発表していきたいな <laughs> 自分の中のね、自分の中のトップ3をどんどん発表していきたいなということで、 今回は、えー、お酒ですね。<laughs> やっぱお酒でしたということで、まあ、ねちょくちょく家飲みをさせていただくんですけれども、その時にやっぱ美味しかった、家飲みしてて最高に美味しかった時の料理、あてですね。<laughs> お店とかで行くとねやっぱ結構手の込んだ料理が出てきますから家でさっくりとできるもうすぐできる料理をちょっと持ってきましたのでそのトップ3をということでまずはじめに今私が飲んでいるものですけれども <laughs> お酒を飲みながら撮ってるんですけどへへへ やっぱりもう11月ですよ。寒くなってきましたね。ということで、こちら、ドン <laughs> いいですね缶ですよ。<laughs> やっぱ缶ですよ。<laughs> 熱缶ですね。しかもよくないですかこのガスコンロって、この金のね、ちっちゃい鍋に水溜めて、お湯沸かして、その上に猫、ね、は ちょっくりを、こういて、温めるわけですよね。<laughs> 美味しいですね、こんなもんね。見てるだけでいいじゃない。<laughs> 飲みたいけど。<laughs> ごめん、やっぱ飲みたいですけど。<laughs> すげえいいじゃない。ありがとうございます。<laughs> ということで、まあ、ここの発表していくトップ3は、まあ今までに経験したものなんですけれども、ちょっとまあ飲みながらね、その、えー、写真を振り返りながらトップ3を発表していきたいと思います。えー、まず第3位なんですけれど、2つあります。<laughs> 同率、同率第3位2つです。<laughs> ということで、まず第3位の1つ目はこちら、ドン。 白ご飯 <laughs>。白ご飯と梅干しに上チョコン。白ご飯の上に梅干し一つチョコン。これでいい。これがいい。いや、むしろこれがいい <laughs>。最高だから、もう本当に。このね、梅干しのしょっぱい感でご飯も進みますし、お酒も進むんですよ。これ、しかもね、実はこれ、うちの実家で、 つけた梅干しでして美味しいんだよねこれがね <laughs> 美味しいんだよねこれがね <laughs> もうこれだけでマージャン見ながら <laughs> 後ろでタブレットでマージャン見ながらマージャンの試合見ながらね梅干しご飯食べてお酒を飲む最高ですね <laughs> やっぱねこのシチュエーションも大事だと思うんですよこのお酒を飲むのに えー、食べるものもそうですけど、こ何を見るかっていうのもね、大切になってきますから。<laughs> 最高ですね。好きなものに囲まれるってやっぱ最高ですよ。いや、いいですね。これ第3位。白ご飯オン梅干し。<laughs> 白ご飯オン梅干しでした。<laughs> いいですね。そして、また同率のね、同率の第3位もう一つあります。えー、こちら、ドン。<laughs> おかずのり <laughs>。おかずのりとベビーチーズ <laughs>。これだけ <laughs>。あ、ちょっとすいません。あ、350ミリ缶が映ってる。あ、これもアルコールじゃないですから <laughs>。これお酒じゃないですからね。冒頭で言った通り <laughs>。350ミリ缶はもうお酒じゃないですから。すいません。ちょっとお酒じゃないものが映っちゃいましたけど <laughs>。これは、ちょっと料理って言っていいのか <laughs> これは料理って言っていいのか <laughs> でも手間は何にもかかってないですからおかずのり買ってきてベビーチーズ買ってきて開けるだけ海苔 <laughs> と一緒にこのベビーチーズを食うそしてお酒を飲む <laughs> じゃんたくの上で <laughs> いいですねマージャンいつでもできますから <laughs> いやいいね たまんないぜ。ちょっと今度自分の部屋の紹介とかもやりたいですね。結構いらないものをたくさん拾ってくる習性があるので、私。<laughs> いろいろたまってってるんですよね。おすすめしたい、紹介したいものも。それもいいな。今度それもやろう。<laughs> けどこれまたおかずのりとベビーチーズだけでめちゃくちゃうまいんですよ、もう。これだけでお店出せるからね。<laughs> お店で売ってるものだけど <laughs>。お店で売ってるものだけど、ほんとこれで店出せますから。めちゃめちゃいい。これは、めっちゃおすすめ。すっげえうまい。お酒もすすむし、すっげえうまいし、安いし、手間も早い。もう完璧じゃないですか <laughs>。いいっすね。まあ、ここまでが、まあ、第3位でございます。料理かなこれは <laughs>。 <laughs> これは料理と言っていいのかどうかちょっと微妙ですけど次の第2位はちょっと一手間加えております。一 <laughs> 手間加えておりますからちょっと見てください。続きまして第2位はこちらドン <laughs> <laughs> いいねコンビーフドーンのマヨネーズみちゃゃちゃちゃ <laughs> いい後ろに並ぶお酒たち <laughs> いいですね <laughs> お皿用意してコンビーフー開けてドーマヨネーズ見ちゃちゃてゃちゃこれもうめちゃくちゃうまいからほんとにたまんないから進む進むお酒がまあこれはちょっと炭酸系のお酒が欲しくなっちゃうかな ビールであったり、ハイボールであったりね。日本酒とか、焼酎とかよりかは、そっちの方がいいかもしれない。けど、めちゃくちゃうまい。ということで、別角度からもドーン <laughs>。別角度からもドーン <laughs>。コンビーフドーン。マヨネーズみちゃ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 。上からパチーン <laughs>。やばい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 。<laughs> おおこれもすごい美味しいから。もうカロリーなんか気にしてられないんですよ。やっぱお酒飲んでるときに。もうお酒飲んでるときにカロリーとかも気にする必要ないですから。これはもう欲望の一皿ですよ。これをね、スプーンでほぐして食べるんですよね。そしてお酒を飲む。いいね。<laughs> めちゃくちゃうまそう。ああ。 さあ、続きまして、第1位。ハえある第1位ですね。これが一番手間かかってるかもしれない。そして、私の、まあ、もうほんと、1位、2位を争う好きなお酒も乗ってる。一緒に映っておりますね。見てみましょうか。私の家のみで一番最高だった第1位はこちら、ドンうわーうまそうほっぴー <laughs> 黒ホッピー。いいね <laughs> そしてホッピーにこの、えー、ソーセージ。もう揚げるぐらいまで焼いてます <laughs>。カリッカリに揚げております。揚げるぐらいまで焼いた、もうソーセージに塩バーですよ <laughs>。塩バーかけるだけ。そして横にガーリックチップ。<laughs> <laughs> <laughs> ガーリックチップフォーフォー <laughs> いいね、まあ、マスタードケチャップマヨネーズお好きなものをつけて <laughs> お皿洗いたくないから一皿に全部入れる <laughs> お皿洗うのめんどいから <laughs> ケチャップもマスタードマヨネーズも全部同じ皿に入れる <laughs> いやーいいですねこれホッピー飲んでますからね写真やべ <laughs> やべ、やべ <laughs> 写真撮るの忘れたと思ってホッピー飲んだ後に撮ってますからねいやーこれうまいねもうよだれ出てくるいやーたまんねえぜ <laughs> たまんねえぜたまんねえぜいや <laughs> はー <laughs> ということで、第1位でございました <laughs>。いや、でも、ね、良くないですかこのトップ3、えー。もう一回ちょっと見てみますこの白ご飯ん、温梅干し、味のり、えー、ベビーチーズ、コンビーフ、マヨネーズ、ミチャ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 、<laughs> そして黒ホッピーソーセージガーリックチップ。ああ。 たまんないね。俺が自分で店出すとしたら、もうこれメニューに載せますもん。<laughs> これ、もうこれメニューに全部あったらもうたまんないぜ。もうその店大好きになるよ。いやー素晴らしいね。酒が済むぜ。やっぱお酒でした。<laughs> やっぱりお酒でした。あー トップ3どうでしたでしょうかもうこれも皆さんもね、すぐ真似できますから、すぐぜひ参考にしていただいて、お酒を消費していきましょう。<laughs> ということでね、ちょっと番外編もちょっと用意しました。こちらなんですけれど、私、毎年、えー、私、吉野家でクリスマスに出ていた料理ですね。子供の頃から本当 クリスマス吉野家は毎年この料理が出てたんですよ。名前は分かりません <laughs>。で、どこでも見たことありません <laughs>。これが何なのかも分かりませんけど <laughs>。ちょっと見てみてください。どンはいどうですかこれいやー楽しいでしょなんか。これは私吉野家で毎回クリスマスで出てたんですよ。えー、母親が作ってくれてね。 まあ、あんまし、まあ、裕福な家庭ではなかったですから。これをクリスマスツリーにね、見立てて楽しもうとさせてくれてたのかなうちの親がね。いや、このソーセージとミニトマトとブロッコリーですね。で、真ん中のこのアルミホイルに包まれてるのは実は大根なんですよ。で、その大根に、つまようじで串刺しに刺していくと。<laughs> <laughs> でもね子供ながらにはねすげえ楽しくてそれが本当にしかもソーセージも美味しいしこう野菜も取れるっていうみんなやっぱソーセージばっか食ってたけど <laughs> 非常に安上がりでできるしこの大根も後日おでんにするんですよ、えー、しかもつまようじでちょうど穴が開いてだしが染み込みやすいみたいなねそういうことなのかな <laughs> けど料理名は全くわかんないです <laughs>。いやーなんかね懐かしくなって時々クリスマスになるとやっぱこれを思い出しちゃってねたまに作っちゃったりしてるんですけれどもまあ誰かを読んだ時とかにね。あ <laughs> やっぱインパクトあるな <laughs> この写真いいですね。この料理なんだこれは <laughs>。 いやでもやっぱ子供の面、ね、私吉野少年はすごいこれをがねもう楽しみで <laughs> クリスマスだなってなりますからこれ見ると <laughs> いやいいですねいや俺もちょっとこれはこれも並べちゃおうかなお店出したら <laughs> お店出したらクリスマス限定メニューでこれ出しちゃおうかな <laughs> これも非常に安上がりで済みますから いやーいい、いい良心です。<laughs> お父さんもお母さんも非常に良い良心です。<laughs> いや、いい話になったな。いい話か <laughs> いい話になったか <laughs> けどまあ、これで以上でございます。私の好きなお酒のあてトップ 3& 番外編ですね。<laughs> どうでしたでしょうかいやーこれちょっともう一回作ってこうかな今年のクリスマスこれ作っちゃおうかなこれ作っちゃおうこれいいですよねーいやーいや好きなトップ3まだ他にもいっぱいあるなこのお酒自身もありますからね自分の好きなお酒トップ3いやほっぴーま入ってくるけど決めがたいなそして他に自分の部屋の好きなものであったり、ま、好きな漫画好きなアニメ好きな映画 好きなトップ3いっぱいありますから、できるな。ラジオいっぱいできるぜ。いいですね。そしてね、普通オタももちろんどんどん募集しておりますから、メールアドレスもご紹介しておきましょうか。YOSHINONON h u m a n e x p e r i m e n t h u m a n あと o u t l o k j p <laughs> 長い<ー>。<laughs> 長いな。<laughs> そしてね、吉野のヒュ <laughs> ーマンエクスペリメントヒューマン、a t o ー l o c k ですからね。えー、y は大文字 h、大文字 e、大文字。わ <laughs> かりづらいな。<laughs> メールアドレスが分かりづらいのよ <laughs>。もうちょっと簡単なのにしてくれ <laughs>。決めたの俺だけど <laughs>。かっこいいんだよな、でもな <laughs> で。かっこいいんですよね。普通の歌もね、もう何でもいいですから、どしどしご、えー、お待ちしております。そして、えー、ツイッターの方もですね、えー、私やらせていただいております。吉野の人間実験人間。えー、あっと、多いお茶、濃い味 <laughs>。 これはね、よく使わせてもらってますね。濃いう味ちゃんね。<laughs> あと、多いお茶、濃いう味でツイッターもやらせていただいております。そして、そして、そして、えー、っと、最後に、ちょっとこちらをご覧ください。ドンおエンドカードが新しくなります。<laughs> いいですね。かわいいな <laughs> 今まではね、えー、私、吉野の人間実験人間のロゴと、もう静止画だったんですけれども、こちら、動いてるね。<laughs> 動いてるね。いいなで、チャンネル登録すこぶるよろこンますと。喜びますと <laughs>。<ま> <laughs> いや、いいですね。こちらのエンドカードを、もう本日のこの吉野のラジオの動画から使わせていただきます。いやー チャンネル登録よろしくお願いします。<laughs> すこぶる、喜びます。ありがとう。ということで、えー、まあ本日で YouTube 動画投稿開始5ヶ月記念とチャンネル登録者数200人突破記念ということで、いやーもう本当にありがとうございました。そしてこれからもね、まだどんどん続けていきたいと思いますので、次回は半年記念かなうわーもう来月で半年なんだ。 しかも26日が、まあ、記念日ですから、<laughs> 24クリスマスイブ、25クリスマス、26日に、えー、半年記念を迎えると。いやー、早いなー。<laughs> もう2020に終わるぞ。<laughs> これからもね、まだどんどんやりたいゲームもありますし、実写動画もね、まだやりたいこといっぱいありますから、ぜひ、これからも、えー、吉野の人間、実験人間をよろしくお願いいたします。いやー、本当に、ありがとうございます。<laughs> 次は第3回で <laughs>